はいどうもベアンです、おもちゃのデパートテンプル閉店イベントプラレール鍛冶屋線復活イベント、これからですねレールが全部敷き終わりまして、あと5分で29年ぶりの鍛冶屋線復活、出発式を開始したいと思います。ちょっとテープカットの準備をしますので、ちょっとスペースを空けていただきたいと思います。はい、あとですね5分で、はい、今日走る列車は、1990年まで走っていました緑色の T80 というディーゼル車両、こんな感じですね。それから1987年まで走っていた国鉄時代のね朱色の T80、はい、こんな感じです。それからなんと大正時代から走っていた C12 と、これはさすがに記憶にある方はなかなかいらっしゃらないかもしれないんですが、この3台まさに鍛冶屋線を走っていた3台ともがその C12 がですね、ベアが作ったピンクの C12 167です。若さ鉄道の時のイベント用に作ったやつですね。走りますから時間はたっぷりございます。はい、往復で大体1時間、今主催者の方のMC でなっておりますね。で線路自体は引き終わりまして、これからスタートになります。で今回の動画ではですね、この走行シーンとか走行しているような感じの様子をね、イベントの最中の動画をお送りしたいと思います。はい、テープカットの様子です。はい、あとですね、誰かテープカットやりたい人、テープカットのじゃんけんしてますね。もうちょっと待ちましょうか。スタートが伸びております。これからテープカットして鍛冶屋線が29年ぶりに復活走り始めます。鍛冶屋線そのものね、鍛冶屋線モンスター少なかったんで、結構2分3分待ってくれたんですね。人が遅れそうになるとまさに今そういう状態が起こっております。待ってますよー。いきますか。はい、出発ですね。もうベビーカーなんでね、ちょっとね待ちますよ。大丈夫ですよ。鍛冶屋線はいつの時代も親切です。5分ぐらい待ちます。5分ぐらいはい、少々遅れても大丈夫ですよ。こんな感じで田舎らしさの緩い感じですよね。はい、到着しました。はい、もう間もなく出発です。では大丈夫ですかね、そろそろ行きましょうか。はい、ファンファーレお願いします。はい、ファンファーレです。いいですね。最高です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。29年ぶり鍛冶屋線出発します。進行オーライ。はい。アイスイッチオン。行きました？はい、いた。いや、行きましたから。ただいま出発しました。いいっすね、やっぱりこのイベントの雰囲気最高。ありがとうございます。さあ出発しましたよ。なんとか野村駅まで無事に届くように乗りましょう。はい、野村の方にやってきました。終点ですね。鍛冶屋線の鍛冶屋駅から、出発して野村駅が終点になります。でこんな感じでズドンと1本つながっておりますけども、なんといろいろお客さんに思われてたら気づいたら売り返してました。で今は人がすっからかんの状態になっちゃってます。でもうちょっとでね片付けになると思いますので、まあでもね約700mぐらいプラレールでつながってるらしいですけど、やっぱすごいですね、長いのがつながると。野村の次に西脇っすかね。何か持ってます、じゅんさんが。じゅん何それ。なるほどね、撮影用ね。こんな感じでみんなで撮影これからしようと思います。はい、とりあえずイベントの様子はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとね、あっちに行くのがちょっと怖いので、ここで終わりたいと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。